寺湯ゴルフスタジオさんにお邪魔しております。今回のゲストは寺湯さんです。よろしくお願いします。気持ちよく振り抜くにはどうすればいいのか、止まっちゃう感じがします。わかりました、はい、フリップの形を変えないで振ること。治んないんですよ。最初の形を途中から変えないということです。手って上がるんですか？上がんない。方向性は今より絶対安定します、はい、これが安定するってことなんです。1ヶ月は意識してほしいです。なるほど。はい、どうもレッドライス TV 始まりました。よろしくお願いします。本日はですね、寺湯ゴルフスタジオさんにお邪魔しております。そして、今回のゲストは寺湯さんです。よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。まあ長年こびりついた俺の悪い癖なんかをね、いろいろ僕も気になっていることが何点かあるので、それを改善していただこうということで今日はやってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、じゃあ一つ目の悩みですね。まあちょっと僕がゴルフ大好きすぎてですね、はい、いろんなレッスンものとかいろんなものを見漁ってですね、いろんな知識を入れすぎた結果なのかわからないですけども、はい、ちょっとチェック項目とかが多すぎて、なるほど、なんか気づいたら触れなくなって、なんか始めた頃とかすごいこんなドスライスとか出てたんですけど、当たるとすごい飛んでたんですよ。それがなんかどん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 飛距離も落ちて、なんかフレーズフィニッシュまでいけないみたいなことが最近続いていて、それが結構一つ目の悩み、気持ちよく振り抜くにはどうすればいいのかっていうところを教えていただきたいなと。わ、はい、かりました、はい。まあ本当にこういう YouTube の動画を見られてる方は、はい、特にそういう方多いんじゃないかな、うん、はい。まあその一端に私が影響してるかもしれませんけど、はい、まあただじゃあシンプルに何を基本としたらいいのかっていったところを、はい、うん、私は発信をしているので、はいはい、まあ、今回初めてレッドさんのスイングを拝見して、はい、今こういろいろ情報がいろいろある中で、うん、はいはい、まあ、少し基本としてはシンプルにこうした方がいいよというアドバイスをさせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあまず7番アイアンで2、3球いつも通りのスイングをお願いします。じゃあ、あと2球ぐらいお願いします、はい、とはいえ結構振っちゃってるんですけど、あ、もちろんいいですよ、はい、振っていただいて大丈夫です。まあ、今回はちょっと左目が多かったかな、ね、と思うんですけど、はい、あまり考えず振るようにしようとしてて、はい、振れないってご相談しながらあれなんですけど、はい、で振るとやっぱこっちがどうしても突っ込むのか分かんないですけど、うん、左に捕まることが多いですね。そういうことですね、はい、基本は結構フェードなんですか？いや今フェードにしたくて、なんか始めた頃はもうスライスばっかで、はい、そっから飛ばしたいとかいろいろ考えながらドローを打ちたくて、結構手打ちの外に振ってドローを打ってたら、はい、もう手が返りまくってチーピンとか止まらなくなって、で今パワーフェードにしたいっていうので、この半年ぐらい、まあ、そういうレッスンなんかも受けたりしながらやってるんですけど、はい、今に関してはあまり考えずに振っちゃいました。わかりました、はい、まあ、今が、まあ、一番自然なスイング、はい、ということですね、はい、承知しました。ごめんなさい、もう一球だけいいですか、はい。やっぱり一番お悩みとしては方向性を安定させたい、はい、させたいですね。で今は結構まあまあ振ってるんですけど、はい、振らないと一気に距離が落ちちゃう感じがあって、はい、でもなんか上手い方ってそんなに振ってないのに距離がしっかり出たりするじゃないですか、はい、なんかその感じがわからないですけど、すごい落ちてしまうので結構振るように、であと結構ガツンって振りいくと意外とフォローまでいけるんですけど、なんか綺麗にポンって置き行こうとするとなんか止まっちゃう感じがします。わかりました、はいはい、じゃあもう一球じゃあ、はい、ナチュラルに振っていただいて、はい、この手元をアップに取っていただいていいですか。はい、今少し左に行ったと思うんですけど、はい、やっぱり左行ったり、まあ、それを嫌がって右に行ったり、うん、まあ、フェードにしたいとかっていう、はい、そういうところあると思うんですけど、はい、方向性を安定させるために一番いろいろ基本はあるんですけれど、はい、一番今日初めてお会いして、はい、方向性を安定させるという意味で直した方がいいのは、うん、グリップの形を変えないで振ることです、まあ、すごくシンプルに、はい、今握ってる形があります、うん、はい、この形が最初から
最後まで変わらずに打つことができれば、面の向きは安定します。はい、まあ、すごくシンプルですね、うん。この最初に握ったこの形が変わらなければ、面の向きはまっすぐ安定しやすいですと、はい。まあ、自覚があるかどうかはちょっとお伺いしたいところではあるんですけど、はい、大げさにやりますと、こうバックルするときに、打つ直前に、フックグリップにキュッと入ってから上げて、打たれてます。それが始めた頃から結構癖でこう、はい、なんかグッてやってから行くじゃないですか、はい、治んないんですよ。そういうことですね、はい、これはこのフックの加減によって左行ったり右行ったりしてしまうので、はい、やっぱり安定しないです、うん、じゃあ最初からすごいフックに入れとくっていうのはどうですか、はい、フックでもウィークでもどっちでもいいんですけど、うん、最初の形を途中から変えないということです。あ、シンプル。これが上げる直前にこうなったり、うん、時にはそのまま行ったりしたら面の向きって安定しなさそうじゃないですか。最初からフックでこれがいつもこの形であれば安定するんです、うん、これがフックにすごくなったりならなかったりっていうのが一番方向性がブレてしまってる原因に見えます。じゃあスイングというよりはグッて強くフックに握り直しちゃってるから全部左に行ってるっていう。その通りです。で、この握り直し加減によっては左に行かなかったりする。これでは安定しなさそうですよね。じゃあこのままやっぱもっと肩で指導するとかそういうイメージを強くして、ここら辺を動かさず行った方がいいですね。そうですね。ですから、まずやっていただきたいのは、うん、最初の握った形、はい、変えないでテイクバックするということ。最初持っている力がもし 50% だとしたら、この 50% の力加減のまま引いていけば、うん、手の形が変わることはありません。そのままスイングしていけば面の向きは安定します。これをフルスイングでやろうとするとどうしても手に力が入ってしまいがちなので、はいはい、まずは半分のスイングからやってみてください。大体グリップの強さは 50% ぐらいでまずやってみてください、はい、50% で握った形強さのまま引いてまずハーフスイングぐらいで打ってみてください、はい、そして打った後にこのまま戻したときに最初に握った手の形の通りになっていれば OK と、はい、そしてこれがまずハーフスイングでできるようになればフルスイングしたときも同じように 50% の力加減のまま打ってで戻ったときに同じ向きであれば OK というふうにすると面の向きがもっと安定してきます、はい、やってみましょうか、はい。大体いつもこれぐらいの握る力ですね、はいはい、握る向きとかは特に問題ないので、はい、この手の強さ形のまま引いていく。これって、はい、どうぞ。この今腰ぐらいになるじゃないですか、はい、このままこうプレーン上をテイクバックする感じですか。手って上がるんですか、上がんない？そこは今、まあ、ちょっと違う違う。じゃこれで、ね、じゃちょっとこれはこれ、はい、分かりました、分かりました。まずこの手の形を変えないことをやってください。はい、じゃあ、打った後止まっていただいていいですか、はい、はい、ストップです。そのまま止まっていてください。こうやって戻った時に、同じ形になってますか？はい。そうですね。なってれば OK です。はい。はい、このシンプルな形を、まず練習してみてほしいです。はい、戻してみてください。戻ってますよね。そうですね、はい、これができれば面の向きは安定します、はい、すごくシンプル。じゃあこう開くとかそういう動きはなしで、はい、ずっとこのまんまっていうイメージですかね。その通りです。もう一回いきましょう。はい、戻してみてください。はい、 OK です。まあ、厳密に言うとちょっとまだあの左手の部分は動いているんですけれども、厳密に言うとですね、ただそこを動かないように最初に握った形のまま引くっていうことがまずできれば方向性は今より絶対安定します。例えばこれ僕こう行くじゃないですか、こっちにこうシャットにグッてプレッシャーかけながら上げるっていうのはどうですか。それ余計多分グリップの形が変わってしまうので良くないです。じゃあ何も考えず、はい、最初に握った強さの形のまま引いていくというシンプルなことができればいいです。はい。そうすると今
はい、同じ方向に全部飛んでるの分かりますか、はい、これが安定するってことなんですよ。これが右行く時もあれば左行く時もある、はい、これやっぱゴルフで苦しいじゃないですか。で左行ったのは今のはちょっとこうかなとか、右行ったのは今のはこうかなって、はい、原因がバラバラで考えてしまうとやっぱりどんどん難しくなってしまうんですね、はい、で今安定していない一番の原因は握る向きが毎回違うっていうところが一番方向性がぶれてしまう原因なので、はい、そこからまず修正をすると方向性は良くなります、はい、じゃあ今度、はい、フルスイングで最初の手の形強さ改善。そうですそうです、まっすぐ行きましたよね、はい、もう一回やってみましょう、うん、はい、その強さ形のままそのままです、はい、OK です、 OK です、戻ってますね、はい、はい、もう一回やってみましょうか。握ったまま戻ってチェックしてみましょう。はい、戻ってみてください。はい、最初の形通りですね、はいはい、でそうすると今球筋ってどうでしょう、まっすぐかちょっと右に、ちょっと右ですよ、はい、ということは今まで左にもし行った原因というのは、はい、この左手のフックグリップ加減によって左にバーンって行ったりしてたっていうことなんです、はい、なのでこの今グリップを変えないことでまず傾向はまとまってきましたよね、まっすぐかちょっとフェード、ね、はい、これが安定するっていうことだし、はい、まずこっから徐々にスイングを作り上げていかないと、はい、他を直してもこのグリップ加減がバラバラであると、うん、なんでまっすぐ行ったのか左行ったのかっていうのがやっぱり分からなくなってしまうので、はい、ここは長い目で見た時には絶対に直した方がいいポイントです、はい、そうですね、はい、もう一度やってみてください。はい、はい、まあ、本当たりではないと思うんですよ、はい、でも安定してますよ、ね、はい、ある意味傾向が、はい、はい、だからここからまずスイングを作っていった方がいいです、はい、まだ手になってますか、まあ、若干動いてるんですけど、はあ、ただ今意識してるので最初に比べたら全然違います。だいぶ収まってる、はい、 OK です、戻せたら OK です、はい、これがまずできて、そこからいろいろこうスイングを組み立てていった方がいいと思います。わかりました。はい。ドライバーもやってみましょうか。はい。これも同じ打ち方で。はい。同じで。フルスイングでいいので、最初の握る形と強さを変えずに引くことを意識してください。はい。戻してみてください。最初の向きになってますか？はい。はい。大枠。このシンプルな形ができれば、はい、絶対今までより安定します。違和感とかありますか？違和感はないですけど、その触れてる感はやっぱだいぶ減りますけど、はい、そうですね、まあ、そこまでの、はい、まっすぐです、素晴らしいです、はい、距離はもう結構目標に対しては十分あると思うので、はい、やっぱり方向性が良くなれば、うん、絶対スコアアップできると思うんですよ、はい、そのために一番必要なのは最初の握る形を変えないでテイクバックするということです、うん、はい、これぜひ最初意識しないとついこう力が入ると変わってしまうと思うんですけど、はい、もうこの指導が大事ってことですよね、はい、指導がめちゃくちゃ大事ってことです、ね、はい、はい、分かりました、ありがとうございます、ありがとうございます、こんなやりやすさがスコアまとまりそうですそうですそう、うん、多分左に行っちゃうのは全部そこが原因です、はい、基本的にはスイングだけを見たらフェードです。あ、フェードのスイングです。フェードのスイングです。ただ、このフックグリップでたまにドローが出たりする。はいはい。どっちも出るのってやっぱりゴルフでスコアを組み立てにくいじゃないですか。はい、うん、そうですね。特にこれから70代、はい、片手シングルっていうところを目指しているのであれば、はい、どっちも出るっていうのはやっぱり難しくなってしまう。うん、はい、上手な方は絶対持ち球っていうのがあって、うん、自分の球筋の傾向っていうのがあって、はい、それをしっかり把握してるんです。それを持ってた方がやっぱりスコアはまとまりやすいです、はい、でも飛距離に関してはあまり考えない方がもうこれぐらいで、例えば今まで7割8割ぐらいの距離になってたとしても、これをやっていけば、これで振れるようになれば元ぐらいの距離にはなっていくって感じ、はい、今やったところは、うん、距離には本当は関係しないところなんですよ、その先の話ってことですね。そうです、慣れてくれば距離は戻ります、分かりました、安定した形で戻ります、はい、あ、分かりました、はい、ちょっと違和感があると思うので、はい、まだこう思ったように力が入らなかったりするとは思うんですけど、うん、はい、ただ
方向性を安定させるという意味ではここは絶対避けては通れない課題になってくるので、うん、はい、ここは毎回1ヶ月は意識してほしいです。なるほど、はい、今やっててすごい思うのは、はい、あの僕の中でその、結構触れなくなったり、はい、途中でスイング止まってしまうという中にずっとなんですけど、はい、手を返す返さない問題が結構ありまして、はい、今このままこう行ってこう行くっていうのは、はい、本当返さないっていうイメージだったんですけど、はい、僕がやって返さないっていう方向でいいってことですか。はい、返す返さない問題ですね。OK です。結論から言うと、はい、返します。あ、これでも返ってはいるってことですか。ゴルフスイングは、うん、特にドライバーショットフルスイングは、うん、返します、うん、はい、ただ例えば上手な人が、うん、いや返さないよっていう人もいらっしゃるじゃないですか、うん、ただそれが意識の話なのか事実の話なのかっていうところはまた別です。なるほど、はい、じゃあ今僕はもう本当に返さずこのままずっとフェース向いたままここまで行くみたいな感じで打ったんですけど、はい、それでも実際は返ってるってことですね。実際返ってなければボールは飛ばないですし、まっすぐ行かないんですよ。なるほど。ただそれを意識してるかしてないかです。あ、じゃあ僕の感覚としては、はい、返さない派ってことですかね。返さないぐらいで今ってことなんで、じゃあ返さない意識でバーッと振っていくぐらいがちょうどいいってことですかね。その辺はまたちょっと、うん、違う項目で。違う項目で。わかりました。はい、先走っちゃった。お話をしていきたい。はい。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけで、僕がね、始めた頃からずっとこの手のグッて動くのが、もうどの映像を見てもずっと癖であって、これはやっぱ気持ち悪いの見てて嫌だなって思うこともあったんだけど、それはそれでいいんじゃないって言ってくれる人もいたりした中で、でもやっぱり一発で、バレましたね。で、やっぱこれを直したことによって今一気にあの方向性が良くなったので、この先のスイング、ここをスタートして、こう作っていくっていうのがね、すごい大事だっていうのがすごい分かりました。ここからどんどんさらに良くしていただきたいと思います。今日楽しかった、ためになったってことは、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。